これまさかじゃない。ここまで轟いてる妖怪ウォッチすごいね。霧すごっ。寒いわ普通に。この店見たことあんぞ。これなんか日本にもよくない、これなんか女の子たちが行くようなアクセサリーみたいな店やろこれ。なんて読むか知らんけど、クレアーズ。男の人らおるけど。あれは多分そういう系の人や。なんか住みやすそうな街だね。ここなら普通に住めそうだわ。急にね、ルクセンブルク感出してきたね本当に。さっきまでこんなんやったらね、一気にこんな感じになった。なんだ。なんですかあれ。何だあれ。スケートボード場みたいな感じ。ああ。ってことかな。スケートボード場かな。釣りたい人は集まれみたいな感じが。なんかいいね。うん、なんかいいね。まあすごいな。うん。地面。すごい程よい感じやで。街が。いいわ、そんな都会感出してなくていいわ。好感が持てる。いいね。元気に泣けるよここだったら赤ちゃんも。いいじゃないこの道。良いね良いね。こういうの待ってたよ。こういうの待ってたよ、こういうの。あ、住むわ、俺。住む？住むわ、もう。夜、明日、ベルギー立つわ、俺は。そこも冷たいね。おいおい、なんかやってんじゃないか。俺の大好物、クリスマスマーケットじゃないな。クリスマスマーケット終わってるはずなんやけどな。普通になんかやっとんのかな。普通の催しイベントみたいな。俺らがルクセンブルクまでわざわざ行くんやから。まあそれぐらいね、また出迎える必要はあるよね俺らを。なんて書いてある。クルベロエンアイス、わらわ。なんだこれは。コーヒークレープ。あら、これはいいね、ここ良いよ、ここ横にスケートリンクあんだね。クソ小規模やな、本当に。もうイオンのテナントぐらいのスペースでなんかやってるけど、今この店でこれ買ったんですけど、あのソース選べて、このまあマヨネーズ、まあサムライ。なんでどんな味これ。何味ですかこのサムライってのは。謎すぎる。サムライソースって何。これ日本だよねこれ。モミジと金閣寺的な。何味このサムライって。ちょっとずつ見てみよう。サムライったろ。サムライソースよくわからん。赤いのがつぶつぶが入ってるの。これ4ユーロです。でかい。でかい。みんなに行かない。まだどうこれ。おいしい。白色のソースみたいな。俺茶色の作るやつやけど、うまい。二重になってます。2本入ってるの。めっちゃ1本長いのを折って。そういうことか。
うまうまい、ソーセージうまいな、これサムライソースちょっとピリ辛だうめぇなんか、サムライソースからしマヨネーズチックな感じだにぎやかですなサムライソースうまいブルーワインホットワインのことなんですけどホットワイン頼んだらこんなオシャンティーなカップがフェリップナタル2016ルクセンブルクこれああいいなこの雰囲気いいな最高だちょっと歩いててコンビニみたいなキオスクっていうコンビニみたいなとこに今来てるんですけどなんかお菓子とかお土産とか本とか売ってる感じのとこに来てるんですけどこれだよこれ妖怪ウォッチこれまさかじゃないここまで轟いてる妖怪ウォッチすごいねルクセンブルクまで轟いてますか妖怪ウォッチは売れてんのこれ売れてんのかな売ってるってすごいよねへえ、そんなにすごいかわいいかわいいって言っちゃったシンプルにかわいいなんて言葉使ってしまったいいなこれセットになってるのか12.13ユーロ高っ高橋くんやねこれこのコーナーやばい遊戯王カードにポケモンカードにポケモンカードにマリオに妖怪ウォッチにやばここなんなんこの店は日本が好きなのかなんなんだ遊戯王のパック売ってる遊戯王すげえおうおうこれ困ったなあっちが俺を呼んでいるクソ寒いですここ昨日までフランスでやばいやばい言ってたけど普通にこっちの方が寒い多分これカメラ揺れてないかな大丈夫かな普通に今手震えてんだよな、うん、ガタガタしてたらこれは寒さのせいだと思ってるんですあれだ結構閉まってるね、みんな早いのかな、ルクセンブルクの今の時刻、6時38分6時38分6時38分閉まってますねやばいのこれ6時38分で閉まってんの、こんなに全然働かんやんあれ怠け者か、ルクセンブルク人はこの光景、日本で11時ぐらいやねマジか7時にもらったやなんでこんな状態になるのルクセンブルクちょそこはちょっといただけないけどみんな寒いのかな寒いからみんなもう帰ろうぜっていうあれなのかなルクセンブルクはもう7時半で店全部閉まりますからね大体
6時半に店じまいって、ご飯食べるとこもどうなってんだ、ルクセンブルク市民はどういうね生活リズムなのか何時に寝てんだいつもホームペイしてみたいもんあれは多分髪の毛かな耳がでっかくなっちゃったってわけじゃないのあれは顔よりでかいぞ